スズミですか。良いですな。おお、家康殿か。わしは運よく天下人になれた。じゃが多くの門を死なせてきた。それは供養とですかな。いやいや、それじゃ何千、いや何万も妻にゃんなら。イエス殿、わしの心の中にはすでに何万もの墓があるんさ。じゃがとどまっておれ。何万もの恨みつらみを抱えつつ先に進まにゃんなら、天下を守らにゃんなら。そうせんと墓がもっと増えてまうわ。いやあ冷たくて気持ちええの。秀吉殿、なぜそんな話を私に。加藤清正、福島正則が石田三成を吸収したとのこと。秀吉殿、利家殿が死ぬや豊臣の子飼いは分裂か。秀吉殿、あとはお任せを。小田原に北条を下し、秀吉は天下統一を成し遂げた。だが秀吉、そして前田利家が相次いで没すると、天下は再び大きく揺らぎ始める。天下の実力者徳川家康と政治の中枢を担う石田三成の対立が表面化したのである。そんな折、三成と密かに通じていた上杉家が家康に対して弾劾状を送りつけ、公然と反旗を翻す。家康は上杉討伐のため会津に出征。その隙をついて三成は畿内で挙兵した。三成挙兵の報を受けた家康はすぐさま軍を反転。天下を二分する戦が日の本の中央関ヶ原の地で行われようとしていた。天下統一の将、関ヶ原の戦い。この夫人、三成は勝った気でいよう。だが奴は知らぬ。わしがどれほどの重荷を背負いここに立つか。武技をなし、恩を踏みにじり、家臣の忠義を盾に生き抜いてきたは何のためか。いざ太平の世をなさん。戦の前に確認しておく。三成を撃つ決意に変わりはないか。ああ、頭でっかちはぶん殴んなきゃ目を覚まさねえ。だから先陣は任せてくれ。家康にもそう伝えろ。でもよ、俺バカだからうまく言えねえけどよ、なんかまだもやっとしてんだよ頭。俺たちはずっと一緒だった。ガキん頃
俺は三成を佐吉、奴は俺を市松って呼んだよ。なんでんな奴と戦わなきゃなんだよ。てめえだって義継撃てんのかって聞かれたら、俺は家康様を信じ、家康様の目指す夢を信じている。だから余計なことを考えず戦うだけだ。てめえも清正も三成も何意地張ってんだよ。何我慢してんだよ。大人だからか。俺バカだけどよ、てめえらも大概じゃねえ。すみません、あの私わかります、その気持ち。私もその昔戦ったんです、友達と。太平のためには仕方ない、そう自分に言い聞かせて。そうしないと悲しみに潰されそうで、差し出がましくてすみません。あの辛いようでしたら先陣は私が。気遣いありがとうよ。でも三成だけは俺が殴らねえとダメなんだ。マジで喧嘩してマジで泣かちゃ、きっと全部元通りになる。なるに決まってんだよ。トンボ切りに切れぬものなし。天下を定める大一番よ、皆心を一つにして全軍を打ち破らん。我らはかつ無人で勝っている。東軍を十分に包囲殲滅せよ。心の揃わぬ業の衆、勝ちをつかめに行くぞ。ならぬ、突出してきた島津を撃破せよ。目覚めさ。
島津、何を勝手に。行きたたい、ミスタル、島津を援護せよ。三つなりめ、上から命令する気か。我らはこの場で戦況を見守らせてもらうな。カナとキララ、俺は小西を説得しますので、義経さんは浮田を動かしてください。まずは次の目覚めそう。家康は強い。一旦引こう。関ヶ原中央の敵は厚い。前方の将来を援護しつつ押し返せ。上映を止めます。上に大きな声が何とぞよしやと思う。家を守るため裏切り者の汚名をかぶる。その心意気に応えよ。色家の撤退を助けよ。いつも地上で戦っているのだよな。秀吉さんの家康が戦っている。浮田の力があれば流れを取り戻せる。どうか三成に勝機を与えてやってくれ。すまん、完全に頭に血が上っていた。これからは三成に力を貸そう。秀吉様を支えてきたはずだ。殿の性格も殿に今必要なものかお分かりになるんですか。そうだな、三成の性格は知っている。今三成の小西の助けが必要なこともな。小西隊、前進せよ。王軍の将を討ち取り、流れを取り戻すのだ。開門。全員一丸となったか。ここが正念場ぞ。一人の犠牲者も出さずに耐え抜くのだ。毛利め、早くも現れた。本陣を攻められる前に食い止めるぞ。よくぞ務めを果たした。さらに励め。くれるわ。
本田平八に挑め。将、我が忍者の記憶に留める。東軍本陣に不穏な空気が漂って、様子を見てきてくれ。我に挑むとは勇敢な将だった。急げ。やり遂げます。西軍の勢いは衰えぬ。ならば大槌を用いて西軍の士気を削ぐ。なんと恐ろしい。家康殿がつい本気に。東軍じゃ、今より我らは東軍に近い。やはり裏切る。人面重心なり、このままにはしておかぬ。この流れでは共に戦うしかあるまい。友情のため無茶をなさる。困っちゃいとも、やられないうちに弱をつけますか。開門。もう一暴れさせてもらおう。負け戦をひっくり返すのは始末だ。死ねば始末は負け。どうか撤退を。追っては俺が引きつけます。豊久、分かった。ヨシミロさんは味方に合わず足が速いです。このままじゃ
執念敵ながら見事お主の思いをも背負いわしは歩もう。勝負は決した。さてこれからが本番よ。ただ勝つ。西軍に味方した者はことごとく処分せよ。上杉毛利ら大大名も例外にあらず。は、正則清正など東軍についた豊臣恩子の大名はいかがいたしましょうや。多造せよ。ただし江戸城周辺や日の本の中枢からは遠ざけるよう国替えすべし。承知つかまつった。して豊臣家は。この戦に豊臣家当主秀頼殿は関係ない。よって放任しておけばよい。ただ西軍の大名を処分すればその大名に預けていた豊臣の直轄領もおのずと減る。遅かれ早かれ豊臣方から不満は出ような。
それでよしと。無論よ、わしにもう迷いはない。忠勝、これより先の険しき道も共に歩んでくれるか。愚問。ことの難に望みて引かず、引かれるまでもないこと。すみません、あの、どなたのお墓ですか？友の墓だ。今はこんなざまだが、そのうち立派なものを作る。そうですか。あ、見てください、椿の木がこんなに。きっと春になるとこの墓を囲むように椿が咲きますね。椿の潔い散り様はあいつに悲しいほどよく似合う。あいつもきっと喜ぶ。あの、私も手を合わせてもいいですか？戦乱はもう終わったのでしょうか？まだ豊臣が残っている。もう一波乱あると俺は思っている。そうですね。でも私はもう国に帰ろうかなって思います。この椿の木を見ていたら、なんだか友達の墓参りに行きたくなりました。そうか、気が向いたらいつでも帰ってこい。